皆さんこんにちは、大です。ここはですね、 JR 会津若松駅なんですが、今回は磐越西線の快速郡山行きに乗ってきたという動画でお届けしてまいります。磐越西線っていうのは新津郡山間 175.6km を結ぶ路線で、一部の喜多方発着を除き、基本的にこの会津若松で系統分離しているんですよね。また会津若松を境に東側と西側では列車の運行本数や役割が異なり、今回乗車する東側の区間では関東仙台方面などと会津地方を結ぶ観光路線的な役割を担っているんですよね。今回は磐越西線東側を走る快速列車に乗っていきます。ということで、会津若松駅の改札口にやってまいりました。今回使う切符はですね、こちらの青森から松本までの JR 東日本株主優待4割引き乗車券ですね。こちら120ミリ券のため自動改札を通ることができないので、友人改札にこちらの切符を見せて入っていきましょう。すいません、はい、こちらの切符で入りたいんですけど。はい、はい、動かしてみますね。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回乗車する磐越西線上り猪苗代郡山方面快速郡山行きは、すぐそこの1番線から14時13分発ということで、1番線ホームの方に移動しましょう。さて、会津若松駅の磐越西線ホーム1番線にやってまいりました。現在1番線には13時26分発の普通列車郡山行きが停車中ですね。こちらの列車が発車した後、13時46分頃に今回乗車する快速郡山行きが会津若松止まりの列車として入線してくるそうなので、列車来るまで少し待ちましょう。磐越西線会津若松郡山間っていうのは2020年3月のダイヤ改正で快速3往復に指定席サービスを導入するんですよね。で、指定席サービス自体は3月14日から開始なんですが、その前の2月22日から3月13日までお試し期間ということで無料開放されているんですよね。で、今回乗車する14時13分発の快速郡山行きはダイヤ改正後、指定席サービスを導入している列車ということで、指定席車両でね、運転されているんですよね。なので今回は郡山まで指定席車両に無料乗車していきます。ということでね、1番線には14時13分発磐越西線上り快速郡山行きがやってきましたね。こちら JR 東日本の E721 系です。それではね、1号車中ほどの扉より快速郡山行きの無料開放されている指定席に乗車していきましょう。1号車の後ろ半分はね、指定席なんですが、無料開放ということで自由席の張り紙がされていますね。で、座席はこんな感じです。ちゃんとしたリクライニングシートですね。せっかくね、指定席車両に乗車したということで座席紹介の方していきましょう。まずリクライニングですね。リクライニングは肘掛けの黒いボタンを押して止まるまで倒します。やっぱり快速の指定席ということでそんなに倒れないですね。で、戻すときはまた黒いボタンを押します。で、肘掛けにはですね、小さなドリンクテーブルがありますね。こんな感じです。本当に小さいですね。よいしょ。で、座席を転換する際は足元下のペダルを踏んで止まるまで回します。かなり回りますね。またね、一番前はないんですが、後ろの座席にはですね、ちゃんとこのように背面テーブルもついています。
出口は左側です。 列車の行き違いのため停車しています。発車まで少々お待ちください。
東北本線、磐越東線、水郡線はお乗り換えです。今日も JR 東日本をご利用くださいまして、ありがとうございました。ゴミは恐れ入りますが、駅備え付けのゴミ箱までお寄せください。ご協力をお願いいたします。さて、会津若松から1時間6分、終点郡山までやってまいりました。乗ってきた電車はですね、折り返し15時45分発、磐越西線快速会津若松行きとして運転します。磐越西線の快速郡山行きに乗ってきた動画はいかがだったでしょうか。今回乗車したね、指定席車両は座席がね、かなりいいものでしたので、皆さんもね、快速会津として指定席料金払ってね、ぜひ乗ってみてくださいね。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。